も、俺もあるんだ。俺もね、去年も600あれ入れたからさ。こちらね、どちらの弾も撃ってきました。それで、まあ、私の考えをね述べさせていただきたいなと思います。なんで、2カ所分の3の弾が上に着弾したのかということですね。こちらの結果を見てみますと、まあ中間取ってだいたい5センチぐらいか、ここだとまあ3センチ、一番上だと 5.5 センチアップしてます。で、50メートルが一発しか撃てないんですが、だいたい4センチぐらいアップして着弾してます。で、こちらね、ちょっとね、フェデラルの弾の、弾道計算で、ちょっと調べてみたんですけど、
105m、110m、115m でちょっと走ってみましたが、まあ、結構ね、アップするんですよね。 50m で 6cm、 75m で 6.5cm、 50m で 5.3cm、 75m で 5.5cm と、でこちらね、こちらは3インチで100で表したやつが、こちら 2.9 と 2.7、 だいたいね、まあ 2,3 センチアップしてるんですよ。で、まあこの的紙からの一番近いのはね、115メートルぐらいかなと思いますね。まあ50メートルで6センチで6センチで、まあ100メートルで 3.6、 まあ4センチ前後だったんで、まあ115から120の間かもしれないんですが、この私の今取り付けている3インチで合わせたスコープは、2か4分の3で打つと115メートル前後の、ゼロインだと思うんですよね。で、なんでこうアップするのかなと思ったら、多分初速の問題だと思うんですよ。3インチ1900フィートパーセコンド。2が4分の3は1700で、こう、まっすぐ、ストレート高速弾のはまっすぐ行くと思うので、こう、ストレート、あんまし、アップしてないんですが、1700フィートパーセコンドのちょっと遅い球は、山なりだと思うんですよ、弾道が。その違いで、この、ストレートで合わせたスコープに打つと、まあ、アップするということだとは思うんですけど、もうちょっとあるかもしれないです。これまっさらの状態じゃなくて3インチのスコープで合わせてるってことだから、ここからマイナスしなきゃいけないってことかな。今ちょっと思いついたんですが、もともと一応3インチの方でスコープ合わせてるんで、やっぱり少し補正してます。何もない状態から、補正してるんで、この分をね差し引かないと合わないんですよね。だから私100で見てたんですけど、この120メートルで、2か4分の3を合わせてみると、0円で合わせてみると、7.8 だったんですよね。50メートルで、そこから3インチの 2.9 を引くと大体 4.9 センチ、で100メートルは 5.1 センチアップするっていう、120メートルだと。それをね、こっちの50メートルも計算すると、大体今回のね、この50メートルと100メートルの2か4分の3の着弾がね、120メートルで概ね合ってるんですよね。だから120メートルゼロインの2か4分の3の球だと思います、今の私のスコープで。はい、だからこのね、球ね、2か4分の3とてもね、打ちやすくて、でマズルジャンプもすごい少なくなって、さらに結構ストレートに後ろに下がる感じの感じでした。だからこのね、あんま散らばらないというか、まとまってるんですよね。これなら鹿にちゃんと当てることができるんですよ。でこれを2か4分の3打つことによって、まあどれだけ集団してるのかっていうのもね、ちゃんと射撃できるから、それも自信につながるし、スコープのね、本当に合ってるのかというね、子供の確認にもね、まあ使えるんじゃないかなと思って。その距離とか別としてさ、集団を見るっていう点でおいては、同じフェデラルを作ってる会社の、ただ、初速が違うだけなんでね、1900と1700の。だから普通に使えると思いますね。120あんましドロップしてないんですよ。125でも 3.5 だから、だいたい125、150ギリギリまでいけるのか。ただパワーが少なくなっちゃうのかな、やっぱり。
うん、パワーが 150m で1400から1151になってるんで、まあだからおそらく、まあ、この弾では2か4分の3で確実倒すという威力としてはこれかな。 100m、 まあ150までいけると思いますけど、雲はちょっときついけど、あの鹿なら倒せると思いますね。うん、いけると思います。とてもね、いい弾じゃないかな。でこれからこの3インチでメインで合わせても2か4分の3で打って集団を見るっていう使い方もできるんで、とてもねおすすめの弾です。これで私のね、エルドシカ用の準備はね終了しました。あとは、今シーズンはちょっと、最初の方ね、どこ行くか分かりませんが、最初から両刃開拓しに行くか、まあ、いつもの両刃行くかちょっと分かりませんが、まあ、両刃開拓しようと思ってるんで、頑張りたいと思います。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。